今どうしました？YouTube がクラッシュしましたって。何これ初めて僕も初めて見ます。今配信中だったんですけど。何これ、ここ取り付けようってしたら、サイドのボタン触っちゃって。クラッシュ。ワンちゃんを一緒に連れてきてるマダムがいましたけど、はい、あのワンちゃんの方が僕らより品がありそうじゃないですか。いいもん食べてそうじゃないですか、なんか。何してんですか？人間の頭に650本、輪ゴムつけたら、頭が爆発するらしい。スイカ割れる動画とか見たことあるけど、キクさんの頭爆発させないでください。現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため法的処置へ移行いたします。どういうこと？そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。いつもニコニコお父さん、ずっと座ってるお母さん、サボるの大好き長男、みんなのまとめ役次男、血はつながってないけど、底辺底辺底辺家族。父さん、メガネの拭き方が斬新すぎるぞ。の巻き。メガネどういう風に拭いてるんですか？大変。だってそっち来たんだよ、うちの父ちゃんから。あ、これは父親の教え。ばあさんのお父さんが言ってることって大体間違ってます。最近動画になってるんですけど、奥さん殴るような人の言うこと聞いてダメですよ。聞いたもんで。だから言った、お、マークは何でも俺の言うて聞くなって、いつも、褒められた。マークはいつも俺の言うて聞くなって、はい。みんな言うこと聞かないから。聞かないで。いや、多分お父さんもふざけて教えたんじゃない？さ、本気で教えてないですよ。つばで拭くのが一番綺麗なんだって言ったんですか？はい。それは違います。どういう理屈なんですかね？つばの結構いいって言ってましたよ。この、ツバのあれで綺麗になるって言ってました、はい、臭くなりますよ、ツバって乾くと。そうですか？私はメガネはってやってそこ納得いってないですね、マーさん。歯はやってる人いいかもしれないけど、ツバねーべー、やだもん。ほら、こんなに行くようになったらどこで。こんなメイクなんとか、まあ、あんまりツバでやんないでくれ、はってやんね、普通。まだ他にもなんか拭くもんとか全部ツバでいきます？で、こういうスマホだってはーってやって拭くの。スマホの画面汚れてたらどうするんですか、マーさんは。スマホの画面汚れてた時ってどうやって拭くの？汚ねーだ。こうやって拭くの。なんで？でさ、ニゴさんこうやってやるんだよね、はーって。まあまあまあ、俺ちょっと iPad 置いてるけどよ、スマつけてねえだろうな。いじってません。どうしても、まーちゃん汚ねえよ、おめえは何のためにこれもらったんだい。じゃ撮影用にね、岩川さんのサブ携帯貸すことあるじゃないですか、はい、あれとかペッてやってんじゃないですか。で、何こつけっぱなしでやんの？それ消してやるんだけど、おめえはでもバカごめん。あ、電話。なんだなんだ。はい、もしもし。反対。もしも。何？何？もう一度聞く場合はとかないの？ NTT ファイナンスより重要なお知らせです、うん、現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため法的処置へ移行いたします。どういうこと？ちょっと待って、まず嫌よから始まってるよね、うん、誰の？中野の。いや、これはいわゆる詐欺電話かもしれないですって。いや、わかんない、本当かもしれないけど、でもいきなり法的処置、ちょっと怪しいですね。いや、まず僕 NTT じゃなくてソフトバンクなんですよ。え、これかけてみてもいい？あ、はいはい。これちょっと待って、今どこの電話番号、履歴、
詐欺電話だ。はい。かけ直したら使われてないって。詐欺電話だ。これがもし打っちゃったら、まっちゃっておかしいから電話かけなってな。私だったら言う。電話かけました、多分。ああ。これ電話かけました、多分。電話かけたら現在使われてないみたいです。自分からかけといて。なるほど。もう繋がなくなっちゃったんだ。はい。じゃあ、詐欺ですね。ちょっと話聞いてみたかったですけどね。はい。まあ、しょうがないか。詐欺ですね。怪しいですね、確かに。うん。長男が寝ている間に町が生まれ変わっちゃったの末期。なんか久々に聖蹟桜ヶ丘の、はい、玉川沿い来たんですけど、なんか町の感じめっちゃ変わりましたね。いや変わりましたよ。あんなタワマンなかったです。すごいタワマンこんなんなかったよ。すげえな。すごいマンション。メゾンドのは何個分なのよ。いやなんかもう あんな家に来ちゃったらもう撮影とかしにくくなってくるんじゃない。確かにこのマンションがある時だって あったらさ、はい、前撮ったあのキザルに爆竹投げみたとか多分ねここの住民の人に怒られるでしょうね。苦情とか来たかもしれない。すげえ。いや僕はさこんなのなかったよ、こんな広場。これ多分このマンションのできたおかげで作ったんじゃない。マンションのここ敷地なのかなっていうか、もしかしたら本当は住んでる人以外ここ来てもしれないじゃん。器広いから。あお菓子くれーだしよう。あちょ待って、自転車パー行くの通り。あ歩きは OK で、歩きは OK みたいな。でも防犯カメラ監視してる。あー一定時間いたら怒られるかもしれない。もしだってこれがメゾンドノアの土地だったらすぐ怒るでしょ、メゾンドノアの人って。おいお前住民じゃねえだろ。こういうとこの人は心が広いからまだ許してくれてるけど。お前殺か。なんで殺が来たらいけないんだ。別に犯罪者じゃないだろ、あそこ住んでるから。ほら見てください。すげえ、こんななかったよね。この建物自体なかったし、こんなおしゃれなお店なかったよ。ちょっと待って、ここだけ見たら違うわ。僕の知ってる聖蹟桜川じゃないみたい。あの店おしゃれだと思うんですけど、うん、この店であるのあんなおしゃれな人たちって住んでなかったですよね。それは知らないですけど。じゃあなんで今お客さんが入ってるんだって話になっちゃうんですよ。あ桜じゃないですか。違うと思います。多分あそこのタワマンに住んでる人がみんな来てるんですよ。どうかな、魂の民度を上げるために桜じゃない。違います。いや戦後そういう教育あったみたいよ。いや明らかに品がいいって言ったの。見てください、品がいい、うん、あのパンケーキかなんかあのおじいさん、おじいさまというかお父さんがちゃんとナイフとフォーク使って食べてますよ、うん、そんな人住んでなかったわ、ね、箸出してじゃあ食べにくいよってあんこのやつない。ちょっとあの醤油ちょうだいって、味薄いみたいな。人ばっかだったでしょ。こんなの出来たんだ。おしゃれ。おしゃれね。あのワンちゃんを一緒に連れてきてるマダムがいましたけど、はい、あのワンちゃんの方が僕らより品がありそうじゃないですか。いいもん食べてそうじゃないですか、なんか。なんかお金持ちが飼って犬って、はい、下手な人間より品がありますよ。品あります。なんか歩き方が綺麗ですよ、なんか凛々しいですよ、ね、凛々しい、凛としてる、すごい。これマーさんがお父さんに教えられたらしいんですけど、はい、いいかマサジ、お前は絶対な下向いて歩けよって。ああ下向いて歩いてたらな、なんか物落ちてることあるから得するぞって。そんな教えを受けた子供ってやっぱり凛として歩けないじゃないですか。ワンちゃんの方が背筋伸ばして歩いてるもん。そういう教えを受けた人はずっと下見て歩いてるからもう背骨も曲がっちゃうし。絶対マサジより品あるぞ。マサジ、マサジ効くよね。マサジ効く。ひろゆきより品があります。だってなんかワンちゃんのね、なんかお利口でしたよね。ああ、ギャン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 吠えないじゃないですか。ああ、キクさんとかマーさんとかとね、もうギャンギャンさん、あなたもそうだけど、すごい大きい声騒ぐじゃないですか。お店の中でみんなが見てるんだよ、あれ。僕は TPO をわきまえますよ。でも、あなたがきっかけで、キクさん、ギャンギャン言うとこです。うるせえ。イン
帯危機、 YouTube が壊れたぞ、の巻き。いや、どうしました？YouTube がクラッシュしましたって何これ、初めて僕も初めて見ます。今配信中だったんですけど、何ここ取り付けようってしたらサイドのボタン触っちゃってクラッシュ、はい、壊れちゃったんですか、事故っちゃったんですか、はい、じゃあ YouTuber 引退ということで何ですかクラッシュって。クラッシュにより引退ですあ、でもなんか再開できそうです。ライブ配信開始と。初めて見たな。初めて見ました。あれ、ストリームがさ。あれ、もう本当にもうできないんじゃないですか。本当にクラッシュしたから。クラッシュ。どうしよう。一回入り直してみるわ。一回消しちゃって。うん。明日はなんかあれから配信が二つになっちゃうか。グーグマッチ。公開。うん、そう、いいえ。ぐるぐる待ってやったらできるかな。できねえな、ストリームが作成できませんって。あ、サムネイル撮影になって、ライブ配信開始、クラッシュしてますね。あー、参ったな。それ Wi-Fi 消しても配信できるやつ？あ、Wi-Fi 切ったら配信できないやつですね、これ。なんか、キクさんの携帯も今なんかバグってるから。ああ、Wi-Fi がダメかもしれない。じゃあ、ストリーム一旦発揮して。待って、Wi-Fi 見てくれるの？待ってみる。なんか、Google 待ってるか。会議、金玉切り裂きババアの末期。おい、キク。おい、キク。なんだそのメガネは、ふざけてんのか、変なメガネしやがってよ、おめえは、これやろ。金眼じゃ、老眼のメガネ。老眼。老眼つうか、おめえ全然動かねえじゃねえかよ、そっから。動くんだ、今。早く動けよ。あ、メガネ変えたんですね。よし。ちょっと、持ってやられてくれる、ゴム。ほら。やんなよ、髪がきっとついてくれん。何してんですか、人間の頭に650本輪ゴムつけてたら、はい、頭が爆発するらしいです。スイカ割れる動画とか見たことあるけど、キクさんの頭爆発させないでください。ピン取れてるからね、動けよ。おめえ動かねえな、頭爆発させるぞ。逃げよ、逃げよ、逃げよ、前さ、持ってきついてきやがって。ああ、ハサミ。危ねえな、ほんとは。もう何持つかこいつね。あれ、またこともやろうとしたのが昨日。え、昨日マサも切られそうだった。そうですよ、ちょっとやり。そう、たまきょうとしたの。え、なんで切られそうだった。玉を切られるの。ちょっと座ってもらっていいですか。え、ちょっと、じゃあ座ってください。いいですか。え、マサ、なんで昨日玉を切られそうじゃったんですか。おやんないから。やんないから。キクさんにやろうって言われたぞ。そうです。で、俺もう、嫌だって、もう、嫌でもなかったし、もう、疲れちゃって、もう本当に、頭みたいし、もう、で、ね、自分がやれてる時は、こうやって、俺がやれてる時は、はい、マキさん今日は、ね、私眠いから、つって、いいよ、後から、うん、入れればいいよって言って、それも、かかって寝ちゃって、うん。あ、マーサーが揃ったら、キクさん寝ちゃう、そうようなことがあるんですか、はい、俺がもう頭痛くてどうしても、ね、体の調子悪いのに、うん、それでも自分がやりたい時はこうやって無理やりやるってこと。あー、なるほど。キクさんが揃った時はもう断れない。はい、はい、ジャイアンじゃん。まあ、もう頭痛くて。女ジャイアン。体もだるくて、もう。ジャイ子ではない。はい。性能あって、昨日喧嘩しても。それでやだやだってずっと言ってたら、うん、じゃあ金玉切ってやる。金玉切ってやるからって感じで。お前の正規は俺の。俺の正規は俺の。怖っ。はい。今日なんかの、あっち行ってカジュアルで、この件のちんちゃい果物ナイフ、うん。あれをこうやって俺のとこやるっつって。危ねえな、ほんとに。ほんとにこいつは。私もやるよ。やるよじゃねえよ。怖いこと言ってる。子供の人これやったことあるんだから。やったことあるの？何やったことある？ナイフで刺したことあるの？うん、玉じゃないけどね。え？どこ刺したんだよ。なんでそのこと言うんですかね。へぇ、そうだよ。え？玉？いやいや、本当かよお前それ。それニュースになるやつじゃないですか、なんか。サウジ刺しちゃって。その人は何も言わないもん。
私別れたから。え、別れても刺されて何も言わない人っているんですか。俺だって言ってもう、彼女作ったから頭から私はそれやったの。そしたら私と別れた。よかった。浮気されちゃったところですね。浮気したってわけじゃないの。あの彼氏を。え、彼女。お客さんみたいな感じ。あ、スナック時代のお客さん。そうそうそう。水商売やってて、向こうがね、その女の子を好きになっちゃって、別の女の子？そうそう、それでそっちばかり行ってたから、うん、ママが怒っちゃったのよ。それで、ママがママそれだって言ったら、そのなんお客さんに彼女ができたから、うん、彼女じゃなくて、その他の人のところに行っちゃったから、他の女の子のところに。あ、他のお店ってことですかね。でじゃない。私の長い子の子に、あ、まあ別のじゃあ女性に手を出したみたいなことですか。手を出したからなんか好きなのにその子でやっちゃったから頭からいつもどこやろうとしたの。女の子の関係をぶち壊したのよ。あ、菊さんが好きだった女性に手を出した男がいて、そう、それでムカついたからその男の竿を切りに行ったんですか。あの、勝ったね。勝った。それ実際刺したんですか。本当か。どう思います岩川さん、今の話聞いて。そういうの本当だよ。嘘やろ。私好きな人いるもんだって女の子。嘘やろ。それは、ああ、それは分かんない。それは嘘かもしんないし、作ったこともしんないし、もう、うん、なかなか当たんないと思うよ。そんなだって、刺し、金玉刺したなんて。傷はついてないけど、うん、あの、ほらね、これ白状すんだよって。これってまたついてねえって、これ刺さってねえじゃねえか。もう刺ちゃって言ったんじゃねえか。むしろほら、危ないでしょ。なんか肩を持てない、持てない人を持って刺って。なんか峰打ちみたいな。逆側で切りに行った。あ、じゃあ切る気はなかったんですね。そんなことしたら大変だと思う。みんなそう思ってましたけど。なんで峰打ちになったんだよ、みんな。そうやったら最初から刃物を出さない方がいいですよ。体験になる覚悟を持って刃物を持たないと、うん、刺さっちゃったらどうすんの、うん、そんなハサミ振り回していいけど。私頭に来るの好きよ。刺さっちゃったらどうすんのかって聞いてんだよ。そばな虫。好きな女の子だ、私取れるの好きじゃないんだよ。邪魔されるのもよ。ママだってママらしに刺して、ね、1ヶ月入社してたって。でも糖分取った方がいいですよ。じゃあもし、うん、菊さんがね、岩川さんの彼女さんを本気で好きになっちゃった場合、あなた刺されるかもしれない。そんな顔なんないんで、多分。なんで本気になったらそうかもしれない、この女。好きな女の子に手出せたら嫌いなんですよね。ほら。でも、ばあちゃんが浮気した手を刺されてないんですよ、ね。大丈夫、はい。刺してなかった。だまあさんより女性の方が上なのかもしれないですね、もしかしたら。好きな女の子とかは。はい、それが大事ってことですね。はい。だから俺のことは何も考えてやつじゃないですかね。関係ねえじゃん。浮気すんなら浮気しなさいって感じ。それから自分が好きになった女は、うん、そういう風にやられると興奮しちゃって嫌じゃないですか、こいつは。あ、そうか。じゃあ、マサは浮気していいんですね。あ、いいんですよ、はい。浮気はダメです。じゃあ、エッチは浮いていきましょう。はい。浮気はダメなんだけど、その代わりマサはお色でおめえねえがな。覚えてる。なんで混乱しちゃった。なんで俺が命の遅っ。俺なんで飲み込むの時間かかったな。命が漏れちゃって。なんで遅いな。ローディング長いですね。命ねえからな。なんで番外しか見たことないもん。この遅いツッコミ。すごい溜めましたね。逆に腕がないとこんな溜めれないですよ。怖くてすぐ突っ込んじゃいますもん、普通は。なるほど、じゃあ気をつけないとダメですね。私の好きな子を手出したら許さにがんな。私はやかんな。はい、わかりました。はい、
僕ってだだってじゃあ。そうだよ。あ、これも遊びに来た。あ、そうです、はいはい。あ、例えばあの子に岩川さんが手出したらもう許さない。許さない。そうですか。また見てろ、女の。手出すぞ。おめ命ねえがんな。これ飛ぶがんな。高めにやったの。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこそこ、そこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。